表敬訪問したのはオランダのテオ・ペータス臨時代理大使で、今回シーボルトの初来日200年記念イベント出席のため長崎を訪問しました。We have a long and beautiful history, I think, here together in Nagasaki. Just like you were saying, we feel at home here. We feel like indeed we are almost family. 2人はシーボルトの来日が長崎にもたらした影響や歴史、長崎とオランダとの親密な結びつきについて歓談しました。これからもね、将来に向けてなんかいろいろなんか協力と共同ができれば非常にありがたいと思います。大石知事は留学などを通じて交友をより深めていきたいとの考えを示していました。